どうもこんにちは、よろしくお願いします。2014年に初めて来ていただいて、この人大変な人なんですよ政権与党の大幹部に裁判で訴えられたんですから、それで勝ったんですから。大臣に訴えられる一般人っていうのは多分日本史上いなかったと思うんですよ。 CIA が統一教会を作ったっていうのは、これはもうあの歴史的事実なので申し上げていいと思うんだけども、統一教会の歴史とその自民党の歴史がどこでクロスしているかというと、自民党ができたの皆さん何年か分かってますね。1955年です。だけどあの宗教法人格を得たのが1964年なんですね。日本であらゆる戦争はですね、自衛のためと言って行われるんですよ。自衛のため、これ思い切って言いますよ。日本が何の軍備も持ってなければですね、何の軍備も持ってなければ日本に攻め込む理由がないのでですね、日本に攻め込む人はいないんです。実は自由民主党って言うんですけど自由と民主主義って言いながらですね、自由も嫌いだし民主主義も嫌いなんですよ。辺野古の普天間の辺野古移転っていう問題、皆さんご存知ですかね。ザ・ロジスティック・サポート・ハブ・ウィル・リメイン・オン・沖縄、要するに補給部隊は沖縄に残るからねと、もうグアムに行くことは決まってるんですよ。日本の外務省の官僚が当時の鳩山総理を騙すわけですね。あのゴム板は同一のものであると、うん、明記されているマニュアルだし、そんなものはマニュアルはないんです。ないって言われた、はい、権力者っていうのは黙ってると絶対戦争するんです。憲法9条は戦争をしたがる指導者から日本国民を守ってるんです、うん、まさしく日本全国どこででもマグニチュード 6.5 までだったら地震は起きますよって書いてある。でみんなあの福島の原発は津波で壊れた津波で壊れたと思ってるかもしれないですけど、あれもともと地震で配管が損傷したんですね。未だに現場確認はされてませんから。だからこの統一教会問題というのはものすごい根深い問題。